なぜあそこの家住んでるところだったら歩かしいの。あ、なんか虫飛んでる。日当たりがいいから。これはどこも分かってるんだ。どっちか。こっちやっぱ山のさ下にあるから寒いんで気持ちいい。竹手さんも鳥手さんもこんな寒さ。急にね寒くなるんでこっちが。なんかね。中途ぐらい。中途ぐらい。鳥おろしって書いてあるんだ。海おろしみたいな。そういえば鳥箱のあの外人の CM 出た人全然出なくなったね。何の名前か分かんないけど俺もよく分かんない。日本語がうまい外人。いや鳥箱あるけど本当だ。なんかすごい良さそう。福地蔵マクラしてて、福地蔵様が いや別にいいでしょ。こう通らないといけないな、うん、こういうのって言ったらちゃんと、うん、こういう裏の部分見るとかさ、まあ、工場見学とかでテンション上がる人間だからそういう感じです。あなたの、うん、やったじゃんっていうのあったの、超笑いで自分とこの店の募集で写真使われてたんでね、うん、それはもう撮るよっていうので了承してるからいいんだけど、エビナルに向かって使われてて笑ったんだけどいないし。ケイちゃん持って。なんでポンちゃん。いいよ。なんでいいよ。え、募集中っていう写真があなたなの。あ、見てないそれ。いや、もうないよ。変わってるから違うよ。なんだ。あなた受けいいもんね。受けいいかわかんない。今日受けるんだけど。もう部署もさ、違う。前はさ、同じエリアだったけど、エリア変わっちゃったからさ、エリア。うん。違うエリアで人間使ってるのに笑う。まあ、それ言ったらもう今は、変わってるけど
会社のホームページの方に大々的に載ってたバイト募集の広告みたいなやつに、うん、辞めてしまったバイトの人の写真とか数に使われてて笑ったことある。なんかいるぞ。鳥いるね。鳥なんかいるね。いやーそれはないし、第二駐車場こんな場所取ったなんて、絶対子供って言ってるこの場俺も、そんな感じだね。バスが U ターンするから、うん、よっぽどじゃない限りってことかな。おそらくこの時入れたらいいんじゃないこれ。なんで重い、あずかすればいい。あ、そっか、危ない。何やってんのよ。何やってんの。はあ、疲れた。え、私のポンちゃん、お尻にうんこついてんじゃないの。それはないし、お尻にうんこ、まあ、どうするの。うんこついてんじゃないか。はい、ポンチ、うんちポンチ歩いて。うんこついてんじゃない。ついてないよ、見たけど。ついてないけどね。すごいな。なにこれ。うわ、連なってる。すげえ凝ってるこれ。おお、こんな寒いんだ今日。あ、でもなんかもうシャーベット状だね。うん、二人と同じ構造とんのやめてほしいよね。やりやくなるんだよ、つらら見るとどうしても。ねえ、こうペキャってしたくなるね。なる。すごいね。ペキャペキャ、凍ってるな。まあ、その辺だって寒そうだもん。じゃあ食べようかな、なんか上で。たまには。じゃあピーナッツパンを持ってきたんだ。お、すごい。うん、でも上で買ってもいいじゃん。やった。ね、怒られはしないと思うけど。まあ。2週間後が、うん、iPhone 落ちた。おしっこしちゃいました。水おしっこしちゃいました。何で考えたのさっき車で思う存分あげたけど、雪じゃん、これ。雪ある。あるね。ちょっと見るかな。あれ、あ、あった。もう喉乾いたの、今なんだ。あ、そう。
んだって。ほう。いや、これこれシコシコ閉めてた。よしか、ちょっと待って、これ持ってた。はいはい、ふぅ、眠い。水飲んだから、車の中でもだいぶ飲んだろうな。行くぞポンチロ。これ靴洗い場あったんだね。どこに？ほら。シャノ。そうでしょ、ここで草洗ってくださいってやつでしょ。今日一応ライト持ってきてる。時計ねえから何時か全然わかんない。今何分ぐらいか見ればいい。動画撮影今10、ああ、わかんねえ。12分だ。まあ、11時半ぐらいかな。寒すぎだよ、今日。ポップ頑張ろうぜ。登れ登れ、お前。ギュッて登れ。ポップ早いかな。なんかあまり足取りが重いで。脱落しそう。脱落しそう。いや、すぐよ、すぐね。あ、もうダメですかわーん。ちょっと見てみる。今何分？